まああと一つあるとしたら、これは完全なエンタメマッチになっちゃうかもしれないですけど、はい、柴田 VS 浩司。いや、この2人の試合は僕あったら見たいですね。これでも実際 YouTube で、はい、もう柴田さんもかなり、そうそうそう、仕掛けられてたり、浩司さんも答えられたり、前回のライジンでやるんではないかっていう、それありましたけど、そうそうそう、だからなんかそのエンタメ性で見たらすごいストーリーがあるじゃないですか、はい、確かに。だから見てみたいなと思います。別に試合じゃなくてもいいんで、はい、YouTube でもいいんで、ああなるほどなるほど、ガチで見てみたいです。どうなるんだと、どうなるんだろうなっていう、あの二人が合ってるところを見てみたいです。あ、もうなるほど、あそこまで やり合ったんだからっていう、そうですねっていう感じですかね。なるほど、これ最後のはもうそういう試合とか関係なく、はい、今見たいこのストーリーみたいな感じですかね、はい、いやー